吉田製風案路地吉田製風案は、表千家で代々総称を務める名古屋の茶家。吉田家の暗号は、生風案という。もともと、吉田家は、三河の出生であり、戦国時代には、今川家に仕えて戦時は、陣中の幕を、平時は、殿中の飾り付けを司っていたと伝わる。桶狭間の戦いに従軍した際に負傷し、以後は、 名古屋の立花町にて商いを始めたという。屋号は今川家に主管していた時の仕事にちなみ、幕屋とした。茶家としての吉田家の始まりは江戸時代末期である。初代吉田昭和が茶の湯を好み、15歳の時に茶道修行のため上落、氷仙家流堀内家の堀内伏木祭に指示した。その後、伏木祭の紹介で、 表千家十代家元九行祭のもとへ入門し、表、千家の総称となった。名古屋へ帰郷した後は、尾張藩が老石川市や専修時代も主に茶の湯を持って使えた。以後、吉竹投手は、昭和の建てた茶室の暗号、生風案を継承し、名古屋の表千家重総称家として、中部茶道会において、中心的役割を果たしている。なお、現在も、 吉田製風案の当主は、大代表選挙不信案家元戦争差の下で、修行し、改伝をされるならわしである。また、生風案の当主は、大々茶菓子をもって、表選挙不信案の一門となっているため、初釜、茶会などにおいては、茶菓子を供することになっており、名古屋の主だった名門茶菓子店は、生風案の助言のもとに、茶菓子を作り出してきたという歴史を持っている。 現在も生風庵は、京都大徳寺などの寺院、豊川稲荷などの神社での県茶の際の茶菓子を供する。第四代、情勢の時に、名古屋市小枠菊園町にあった茶室である。生風庵は、米国カリフォルニア州ロサンゼルスのハリウッドワルツパークの日本庭園に移されたが、第五代、小村は、愛知県名古屋市中区河原町に供を移した。現在も、吉田は、 中部地区を代表する氷船家流総唱家として、存続し、毎年1月6日に、中区新坂への生風案で、初釜、5月と11月に、昭和屋ごとの料亭へ、発祥館で、生風、大会、7月に、名古屋国際ホテルで、農業茶会を催すなど、江戸時代末期以来、氷船家流佐道の伝統を継承している。明治41年9月20日、 愛知県名古屋市生まれ。本名、吉田隆文。名古屋の表千家不信案流者か、表千家吉田政風案、第四代、吉田情勢の長男。旧制愛知一中、第八高等学校を経て、京都帝国大学文学部卒業。表千家不信案、第十二代、第十三代戦争差について、茶道を学ぶ。恩師京都博物館監査員を経て、 昭和41年、氷選家吉田政風案、第5代を継ぐ。七子都市の研究など、佐藤の学問的研究に尽くした。昭和45年9月17日、死去。去年61、豪は、小村。ありがとうございます。